全国知事会は今日、新型コロナウイルスの対策本部会合をテレビ会議方式で開き、GoTo トラベルについて対象範囲を機動的に見直すよう政府に求める緊急提言案を示しました。都知事らおよそ40人が参加した会合で、会長の飯泉嘉門徳島県知事は、感染拡大を防ぎながら広域の移動にどう対処するかという重要な局面を迎えていると述べました。今月22日に始まる予定の観光支援事業 GoTo トラベルで東京発着が除外されたことを踏まえ、知事会では今後も感染状況を注視し、対象範囲を機動的に見直すよう求めています。注意深く観察をしながら、知事会は九州などの豪雨被災地は旅行客を受け入れる状態ではないとして、事業を夏や秋で終わらせず、継続的な需要喚起策に取り組むよう訴えています。